MGM-52 ランス MGM-52C ランス MGM-52 ランスは熱核弾頭及び通常弾頭による火力支援に用いられるアメリカ陸軍の移動式短距離弾道ミサイルシステムであるランスは1973年から MGR-1 オネストジョンシステム及び MGM-29 サージェントの後継を務めたが 冷戦終結後の1992年に速やかに退役した。退役後、余剰となったロケットは、対ミサイルシステムの目標として使用されるために一部、廃棄されずに保有され続けた。ランスは W70 核弾頭を搭載していたが、W70 から3は、戦術使用を考慮した放射線強化弾頭の最初の一つであった。また、本来の設計では、 科学兵器弾頭オプションを想定していたが、その開発は1970年に中止された。通称のランスは、中世の騎士などが用いた騎兵槍のランスのことと思われがちだが、アメリカ先住民族のアメリカインディアンの歴戦の戦士だけが槍を持つことを許された伝統に由来する。アメリカ陸軍は1950年代後期にミサイル A から D と呼ばれる一連の新型弾道ミサイルの要求を明確に述べ始めた。ミサイル A は MGR-3 リトルジョンをミサイル B は MGR-1 オネストジョンをミサイル C は MGM-29 サージェントをそして後に MGM-31 パーシングとなったミサイル D は PGM-11 レッドストームをそれぞれ置き換えるためのものであった。 ミサイル B に関する最初の要求仕様は1956年10月15日に確立1959年3月29日にミサイル B の品質に関する開発要求情報が公表され約60の企業団体が事前調査の要請に応じたミサイル B プロジェクト事務局は アメリカ陸軍兵器ミサイル軍のもとに1961年12月11日に確立され、1962年8月1日のアメリカ陸軍ミサイル軍の活動開始とともに設置された最初のプロジェクト管理事務局のうちの一つでもあったミサイル B の提案書の山 AMC は、さらに1962年6月9日、簡易プラットフォーム完成誘導とすでにミサイル。 A の実験で効果をある程度立証できているダカムの2つの技術的なコンセプト提案を求めた。これに応じた発射の中から1962年8月1日に60日間の計画立案策定に2社が選定され、マイーヒャムは8月20日にこれら2社に契約を与えたミシガン陸軍ミサイル工場のクライスラー社とテキサス州ダラスのリングテムコボート社である。 60日後の1962年10月19日に2社から総合開発計画提案が提出され、その10日後にアメリカ陸軍の推薦が国防総省に提出された。1962年11月1日、AMC は LTV をミサイル B 開発のための主契約者として発表し、モンプを LTV の開発チームの研究用地として選定した。また、 LTV は1963年1月11日にマイヤムから契約書を受領し、正式にランス開発が始まった。アメリカ陸軍と LTV の契約は5か年7、500万 US ドルの CPF 契約だった。これは研究開発のすべての段階をカバーする。当時としてはユニークなもので、この時陸軍の兵器システム開発に初めて適用された。ミサイル。 B の使用は、開発開始時点では1958年8月19日の大陸軍司令部からの QMR に対する1961年7月5日の承認に基づき、1000ポンドのペイロードを持ち、核弾頭、通常弾頭、または化学兵器弾頭を搭載可能とし、75km の射程を持つことを要求されていた。精度は、ミサイルの単価を安く抑えるために、 約8キロメートルと荒めに設定されていた。1962年11月26日にアメリカ合衆国陸軍省は公式にミサイル B の名称をランスに変更し、1963年6月に新たに定められた命名規則に基づき正式名 MGM-52 を割り当てた。また LTV はランスの開発にあたってエンジニアリングモデル、 生産へ移行するためのタクティカルプロトタイプ及び量産のためのプロダクションモデルの開発段階ごとに3つの構成のミサイルを計画していた。1963年9月に LWL の要求仕様は牽引式から自走式に変更された。カナダ政府は LWL の開発の一端を担うことに同意し、カナダのトロントにあったホーカーシドレーと下請け契約が結ばれた。 LWL は M113 装甲兵員輸送車をベースとした M667 ミサイルキャリアーとなった。ロケットモーターはロケット台によって製造されたが、その開発は大きな困難を伴い、開発の初期から後期に至るまで様々なトラブルが発生し、大幅な開発の遅延を招いた。このため、最初の LTV の開発契約から配備が、 承認されるまで10年近い期間を要することとなった。1964年4月までに推進システムの開発が困難であることが判明し、ロケットモーターに関する深刻な問題を解決するためにロケットダインを下請けに置くことになった。ロケットダインの開発チームは、技術上及び管理上の問題を確認し、ブースター被水力、エンジン名目水力及び ミサイル動力飛行時間を減らすことで是正措置を取ったが、その一方で縮小されたエンジン性能を補うために、ミサイルの全長を延長し、重量を増やさなければならなかった。開発への影響は、少なくとも6ヶ月の期間と3、0ドルもの費用に達したが、ロケットモーターの試験は1965年1月16日に初めて成功した。1966年3月に、 LTV との契約が更新され、新しい費用と予定報酬が定められたが、費用超過と計画遅延により最初の契約の報酬分を帳消しにしてしまっていた。XMGM-52A の死者、ホワイトサンズミサイル射場、1965年3月15日、EM ミサイルの最初の飛行試験は、1965年3月15日に実施され、その際にランスは、 遠地点で125キロトンの強烈な横風を経験しながらも成功を収めた。この飛行によって、ランスのダカム保証理論は実証されたのである。ダカム誘導原理の確認を含む試験は1966年10月3日まで続き、6回の EM 試験が繰り返された。その翌月に限定生産への推挙が陸軍省に提出され、 1967年6月15日に17セットの地上支援装備の LP 獲得が認可された TP ミサイルの飛行試験は1967年前半に始まり当時アメリカの管轄地であったパナマのパナマ運河地帯での熱帯地域における運用試験や C-130 輸送機からの空中投下後の地上機動性試験など様々な試験が実施されたが 1967年4月28日、同年6月と TP ミサイルの爆発が相次ぎ、1967年10月20日の TP-16 試験で発射20秒後に爆発が5度目になった時、試験プログラムは一時中断した。失敗の根本的原因を見つけるために、新しい診断アプローチが開発され、最も可能性のある原因に絞り込まれ、 不具合の再現性が確かめられた。改善作業は再現性の確認後から実施され、この失敗の根本的原因は1968年5月13日に確認された。改善は酸素量の多い燃焼ガスが熱を持った燃料量の多い個体推進剤ガスジェネレーターの燃焼ガスと混ざらないようにする適切な SOS で実現された。新しい燃料系による飛行は 1968年8月30日に成功し、1969年3月までにさらに4機の試験飛行で、その改善が保証された。しかし、これらの試験が続けられている間、XRL 構成のランスだけが配備されることが1967年12月15日に決定された、XMGM-52B。 1967年頃1965年4月に、より高性能のロケットモーター、より大きなミサイルフィンを持ち、弾頭部からバラストを取り外すことによって、ランスの射程を約 125km に大幅に延伸できることが、研究によって示された。回収されたミサイルは、射程延長型ランスと呼ばれ、ミサイル B 及び C の要求を同時に満たしていた。 二機の XRL 試験機が1966年9月にデモンストレーションを実施し、射程延長の実現性が証明された。陸軍省は1967年3月に XRL の開発を承認し、XRL は MGM-52B に指定された。XMGM-52BXRL ミサイルの初飛行は1969年5月13日に、 あり、一旦は成功を収めたが、1969年7月11日に、XRL のロケットモーターが不安定な燃焼を起こして故障してしまった。再び故障診断と故障分離が実施され、問題を解決したことが1969年10月24日に示された。その翌年の1970年3月6日には、 要求を満たす 125km の射程と3点を身の精度を示すことができ、1970年9月10日に75機のミサイルの製造が LP に押されたものの、化学兵器弾頭の飛行はキャンセルされた。核弾頭を装備した XMGM-52B の最初のエンジニアリングテスト、サービステスト ET-ST は、 1971年8月13日に実施されたが失敗に終わった。原因は核弾頭に起因するミサイルの動力停止であった。改善作業は2期目の核弾頭ミサイルの飛行試験が実施された1971年11月30日まで続いたがこの試験も失敗してしまった。これらの失敗により核弾頭回路の大幅な再設計が必要となり、 この後さらに12機のミサイルと9ヶ月の期間が再設計を保証するために費やされることとなった。生産確認イプアが1972年5月9日に開かれ ET-ST の結果に基づいてランスミサイルをスタンダード A に指定、各弾頭 LP 生産量の拡大も推挙された。その後の1973年4月16日のイプアで 核弾頭も TGSTDA に指定され、ようやく配備できる段階にまでたどり着いた。計画されていた化学兵器弾頭及び通常弾頭はすでにキャンセルされていたため、配備初期のすべてのランスは W70 可変核出力熱核弾頭を装備していた。XMGM-52B の試験が若干再設計されながら続けられている間に、 全ての改善を反映したランスの最終的な生産構成は MGM-52C に指定された。XMGM-52A 比較弾頭プログラムは XM41 小型爆弾の不発率の高さに起因する継続的な問題のために父として進まなかったため、1969会計年度の後半に標準的な M40 小型爆弾をランスに用いる。 方策が模索されたが、アメリカ議会は、比較弾頭の調達に関するすべての資金を1971年11月にキャンセルした。その後、資金の調達が可能になったため、比較弾頭開発の再開が1973年1月に認可され、1974年4月までに M40 小型爆弾を用いる、XM251 比較弾頭の10回にわたる、 飛行試験を実施したが、XM811E 後主審館の再設計と再試験が必要と判断され、3ヶ月開発が遅れることとなった。1976年に MGM-52C の比較弾頭部の製造が承認され、同年10月から製造が開始された。比較弾頭は M251 と呼ばれるクラスター弾による弾頭であり、 M251 弾頭は1978年にアメリカ陸軍で運用が開始された。通常兵器型のランスミサイルはいくつかの種類の弾頭とともに NATO 加盟国などで運用された MGM-52C の発射。弾体側面から特徴的な黒煙を吐くランスは貯蔵可能液体推進剤を用いた新型可変水力デュアルスラスト液体燃料。 ロケットモーターを搭載していた。また、ランスは発射の直後に特徴的な黒煙を生じる4機のスピンモーターを使用していた。ランスは1500メートルの距離まで加速する高水力ブースターで発射され、その後可変水力、サステナーによる弾道維持飛行に移行する。誘導には、1961年5月に、ウィリアム C ・マコークル博士とレッドストーン兵器ショーに、 あったアマルの RG コナードによって発明されたダカム保証原理を用いた案 DJW-48 完全内蔵管制システムを用いていた同システムは加速段階の方向をブースターへの二次噴射を指令するジャイロスコープで制御しまたミサイルの加速を絶えずモニターしブースターの停止と可変水力サステナーを加速時計で制御したこのシステムでは 水力をミサイルの空気抵抗に等しくして予定された弾道にミサイルを保つために正確な水力量を提供することでいかなる待機条件の変化や障害に対してもそれを保証した。ランスは従前の MGM-29 サージェントと比較して運用及び維持がはるかに簡単だった。ミサイルは地帯なく速応時間15分未満で発射されることができ。 そのコンパクトなサイズのため、より多くのミサイルを一つの部隊で移動させることができた。XMGM-52B1977 年には、W70 核弾頭の派生型である W70MOD3 を生産する準備ができていた。W70MOD3 は ER 弾頭であり、一定の範囲の中で人間の中枢神経系を攻撃する高レベルの中性視線を大量に、 発するように設計されていた、いわゆる中性子爆弾である。中性子線は、通常の核爆弾で発する放射線と違い、鉛を含む、遮蔽物や後半装甲がほとんど役に立たないため、遮蔽物の影や装甲戦闘車両の中にいる敵兵を殺傷することを目的としていた。また、民間施設やインフラへの損害を減らすために、通常の熱核弾頭よりは工夫と熱による、 破壊力が小さくされていた。アメリカ政府は、ランスの放射線強化型熱核弾頭が、ドイツ連邦共和国の国土を不必要に破壊することなく、敵兵だけを殺傷することができることを強調し、同盟国への損害を考慮せず躊躇なく使うことが、できる核兵器として、ソビエト連邦に圧力をかけることによって、ソビエトの侵攻を阻止できると考えていたが、 1977年6月6日付のワシントンポスト氏が建造物を温存して人命だけを奪う兵器として中性死爆弾という用語を用いて非人道的というニュアンスを込めて軍の開発を報じたためランスは一時役評を得ることとなったアメリカ議会は1977年7月13日に ER 弾頭の生産資金を承認したが 当時のジミー・カーター大統領は1978年4月に政治判断で中性子弾頭の製造を延期した。その後大統領が代わり1981年8月10日、ロナルド・レーガン大統領はカーター大統領が定めた方針を覆してミサイルと砲弾の弾頭として中性子爆弾の生産を認可、製造が開始された。しかしながら ER 弾頭は アメリカ合衆国内に留め置かれ、海外に移送されることはなく、使用に関しても厳しい制限が設けられ、決して野戦部隊に持たされることはなかった。ランスのミサイル製造は1970年9月に承認され、1972年6月30日に最初のランス訓練大隊が、オクラホーマ州、ホートシルで活動を開始し、アメリカ陸軍で訓練が開始されたことになっているが、 それよりも前の1971年頃に韓国でもミサイル開発を強行する北朝鮮の動きを牽制するために XRL 構成のランスを配備して訓練を繰り返していた。ランスの訓練の公開が条件付きで承認されたのが1972年6月29日であるからこれは非公式な配備とみられる最初の正式なランス大隊である。 第333野戦砲兵連隊第1、大隊は1973年9月に、在欧アメリカ陸軍に配備された。その時、ランスシステムは、初期作戦能力を獲得した。1975年9月に、在欧アメリカ陸軍のランス配備が完了し、サージェント4個大隊とオネストジョン14個大隊との置き換えが完了した。当初韓国に配備予定だった8番目の、 ランス大隊が1975年11月、ホートシルで活動を開始して、戦略軍大隊に指定されたことで、アメリカ陸軍のランスの配備が完了し、ヨーロッパに6個大隊、アメリカ合衆国内に2個大隊の、計8個のランス大隊があった。ランスはまた、通常弾頭型が、対外優勝軍事援助により1975年3月に、イタリアへの 全規模配備が行われたのを皮切りに、NATO 加盟国、ベルギー、オランダ及びイスラエルに輸出され、1976年9月30日の時点で、ランスの FMS による総売り上げ数は、発射機76機、ミサイル903機に上り、10個大体規模に達した。これに伴い、1976年10月29日に、LTV は、 360機の通常弾頭型、ランスの追加生産契約を受注した。ランスミサイルの燃料供給任務は、アラバマ州アニストン陸軍兵艦部に1965年8月17日に割り当てられ、その供給活動は1967年5月1日に始まったが、燃料の非対称ジメチルヒドラジン不足に陥り、 1975年6月30日時点で300機のランスミサイルが燃料を充填できないままになっていた。国防総省の配分は限られていたことに加え、あなどのランスの大量消費による不足状態は2年間解消されなかった。文符でのランスに関する活動の停止を指示する陸軍省の1980年10月22日付の 命令書アメリカ陸軍への通常弾頭型のランスの配備は1978年5月に始まり、1980年9月に完了したが、その後まもなくの1980年10月1日に、ン部におけるランスの製造が終了し、同プラントはアメリカ陸軍トカムへ移管された。また、ランスの修理用部品の製造は、ダラスの LTV へ移され、アナドも、 燃料供給活動を同日に終えた。当初、ランスシステムは1980年代中頃に引退する予定だったが、1990年まで延長された。陸軍省は、各兵器用ランスの保管寿命を1995年まで延長することを1985年6月に決定したが、1991年9月27日に、 ジョージ・ H.W. ブッシュ大統領は単独で戦術核兵器の削減を発表した。それに続いて、同年10月5日に、ソビエト連邦のミハイル・ゴルバチョフ大統領によって、同様の発表がなされた。しかしながら、その後間もなく、ソ連が崩壊したため、後にこの核軍縮合意が再確認され、1992年2月1日に、 ブッシュ大統領とロシアのボリス・エリツィン大統領がワシントンで冷戦の終結を宣言した。また、1992年5月23日にアメリカ合衆国、ロシア、ベラルーシ、カザフスタン及びウクライナが条約に調印した。ランスの退役は1991年から始まり、最後のランス大隊が1992年6月30日にオクラホマ州、 ォーとシルで解散したことで完了した。1991年に通常弾頭のみ、搭載可能な新型の MGM-140 アタックムズが使用可能になったため、このような迅速な退役が可能となった。ランスは、1986年9月からの m、MM、g m 1 0 4パトリオットの PAC システムの標的として、すでに使用されていたが、1993会計年度に、 前期の核軍縮条約に従ってランスは非武装化され標的としての用途が再設定された。システムに対する責任はマイハブ総合資材管理センターから WSMD に移されランス非武装化プログラムは1995年7月にスコットランドのビショップトンで完了した。余剰となったランスミサイルは標的用として保管され他の運用国における 解体費用を回避することとなった。XMGM-52A 当初の要求仕様に基づいたランス。性能は要求を満たしていたが、生産には至らなかった。XMGM-52B 射程延長型、ランス。MGM-52C 生産型ランス。デシグネーション、システムズ、ネット、フューチャーを 198X 年イギリス軍に配備されている C 型が、 ワルシャワ条約機構軍の部隊に向けて発射される。このミサイル特有の発射時の煙も再現されている。同時に M113 改造の M752、ランスミサイルランチャーも登場した。AB、ミサイルインデックス。ミサイルインデックスプロジェクト2007年6月23日、閲覧、ウラジミール、北朝鮮のミサイルゲーム。浸透は、ノース。 コリアトゥデー、2007年7月7日閲覧、石川淳一、空自ペトリオット PAC-30 戦配備、軍事研究42巻、P30、衣春0533から6716、パーシュ、アンドレアス、MGM-52、ディレクトリオブ・ US ミリタリー・ロケッツ・ミサイルズ、デシグネション、システムズ・ネット、2007年6月30日閲覧、 ありがとうございます。